先取り貯金。老朽癖のある僕でも400万を超える貯金ができた。本日の動画のテーマですが、貯金をしている人が絶対にしている先取り貯金のお話をしようと思います。ぜひ、貯金が苦手な人、貯金がない人には、この動画を見ることで 先取り貯金ができるようになりますので最後までおつげください私も独身の頃から続けておりもう13年ほど先取り貯金をしていますおかげで400万を超える貯金ができました私のようなしがないサラリーマンでもできたので皆さんでもできます 私も独身の頃から続けておりもう13年先取り貯金をしていますおかげで400万を超える貯金ができました私のようなしがないサラリーマンでもできたので皆さんでもできます現在の貯金残高です 結果、13年継続中で400万を超える貯金ができました。手順はたった3つ。1、無理のない金額を設定すること。2、積立式定期預金の設定。3、残った金額で生活する。先取り貯金とは、給料が出たら、 先に貯金額を抜いてしまうというシンプルな貯金方法です。先取り貯金をしていない人の考え方は貯金の手順をこう考えます。給料引く生活費。残った金額で貯金をします。逆に先取り貯金ができる人の考え方は貯金の手順をこう考えます。 給料を引く貯金額。残ったお金が生活費という考え方です。給料が出た後に固定費や生活費を抜いて、月末に残った額を貯金するのではなく、給料が出たらすぐに目標の貯金額を抜くのが先取り貯金です。手順はたった3つです。 それでは説明していきます。手順1、目標金額を決める。これは一人一人変わってきてしまうんですが、とりあえず無理のない金額にしましょう。目標を決めるこの際に、家計の出を一度見直してはどうでしょうか携帯会社を価格安シム会社に 書いてみる家賃の安いところに引っ越してみる生命保険や自動車保険を見直す新聞をやめてみるなど一度財布から出ていく支出の見直す機会として考えてみてはどうでしょうかまた ダイエットや筋トレも同じで継続してやることが重要です。最初の目標が大きすぎて、達成できないとなると冷めてしまい、挫折の原因となります。ダイエットに立てると、1ヶ月で10キロ痩せるのではなく、半年で10キロ痩せるに目標を設定すると、1ヶ月で1.5から2キロで 済みます長期的にはスパンで考えることが大事です確かに短期で結果を求めてしまうんですが1ヶ月目2ヶ月目は達成しても3ヶ月目で失敗してしまうと挫折してしまう可能性が上がってしまいますなので少しずつでいいので継続できる金額を設定しましょう ちなみに私は夫婦の手取り収入の約10分の1に当たる3万円を先取り貯金しています。特に苦もなく継続できているのでちょうどいいのかもしれません。たった3万円なんですが、1年で36万、2年で72万、3年で108万円と100万円を突破します。 現在、先取り貯金を始めて13年続けることができました。現在、400万超えを達成しています。私みたいな、しがないサラリーマンでもできますので、ご安心ください。手順2、銀行口座の解説。目標金額が決まったら、次は仕組みを作ります。 まずメインで使っている銀行で積み立て定期預金があるか調べましょう。銀行によってはキャッチーな名前になってます。ホームページで確認してみてください。給料の入る銀行窓口に行って積み立て式定期預金口座を作成しましょう。積み立て式定期預金とは簡単に説明すると給料が入る 普通預金から毎月自動的に定期口座に積み立てを行ってくれる定期預金口座です私のメインで使っている銀行は5000円以上から設定でき1000円単位で金額設定できます次に積み立て期間を無期限に設定しましょう こうすることで設定を変えるまでずっと先取り貯金をしてくれます。次はメイン講座の普通預金講座から抜いて積み立てる日を決めます。私のバイトスが給料日が25日なので26日に設定しています。給料日後に設定しておくと残高がなくて 積み立てることができないといったことを防ぐことができます。手順3。残った金額で生活する。無理のない金額設定にしていれば、あとは口座に残った残高で生活するだけです。毎月決まった日にメインの普通口座から積み立ててくれるので、あとは 仕事や学業に専念するのもよし、趣味に没頭するのもよし、いつもの生活をするだけで毎月積み立ててくれます。先取り貯金のメリット、デメリットですが、一度設定すると自動で積み立ててくれることが最大のメリットですね。またデメリットなんですが、デメリットの方は金額設定が 難しいところですたくさん貯めたいと思って多くを設定してしまうと結局足りなくなって積み立てた分から手をつけてしまうという可能性がありますまとめます先取り貯金というものはその名の通り給料が出たらすぐに目標の貯金額を抜くのが先取り貯金です 手順1、目標金額を設定します。できるだけ無理のない金額を設定。手順2、給料の入る銀行で、積立式定期預金の口座を開設。アンド設定。手順3、残った金額で生活する。以上です。たったこれだけで、 先取り貯金ができます最初はたった3万円ですが、今では400万を超える貯金額になりました。毎月コツコツと貯めれば、地理も積もれば山となりました。400万円あれば、1年ほど病気やケアで仕事を休んでも食べていきます。もし車は壊れても、ローンを組まずに、 一括で購入することも可能な金額ですこの先取り貯金が成功体験自信につながり現在では少額ではありますが投資にも興味を持ち現在実践しております最初は私も目標金額がきつくて何度も積み立てた貯金に手を出しましたその度に 自分のお金の使い方を見直し、改善するようにしました。この先取り貯金を教えてくれたのは、前の職場の先輩でした。今まで貯金もせず、欲しいものを欲しいだけ買って、毎月ギリギリの生活を私は送っていました。その生活に見かねた先輩が、先取り貯金をやれば、貯金ができるからやってみろ、と言われ、しぶしぶ、 平日の銀行窓口に行ったことを思い出します。最初の半年間は積み立てたお金を切り崩しながら生活をしていました。でも、だんだんと残ったお金で生活できるようになり、1年後には数ヶ月先の先取り貯金額を貯金できるようになるまで成長しました。こんなぐうたらな私でさえ、 できたので、ぜひ、貯金のできない体質の方は、この、先取り貯金を、実施してみてください。必ずできます。設定さえすれば、あとは銀行が、勝手に、定期口座に振り替えてくれるんです。私の場合は、定順位置の金額を高く設定し、支出も、見直さず、見切り発車したので、よく財布が、 パンクし積み立てた貯金に手をつけていました今振り返るとよく挫折せずやっていたなと思いますこれも先輩のチェックがあったからこそ継続できたと感じています本当に先輩に感謝しています妻がミニマリストを目指しているので私もミニマリスト投資家を 目指していいこうと思います。妻とは切り口の違ったミニマリスタになりたいです。本日もご視聴ありがとうございました。アナゴでした。